本願寺道路。本願寺道路は、明治初年に、東本願寺が、石狩国の札幌と胆振国の長、別、お猿別等山越えで結ぶ街道として建設した道路で、1871年、明治4年に開通した。建設は、東本願寺による、北海道開拓政策の中心事業の一つとなる、もので、本願寺街道、薄街道とも呼ばれる。 現在の国道230号の基礎となった。あとに、本願寺道路が作られた経路は、従来からアイヌが通行しており、江戸時代には、松浦武志郎らが、アイヌの案内で通っていた。1869年、明治2年に、札幌に、江戸地、同年北海道と改称の、本府置くことが決まると、札幌と函館、同年函館と、 解消を連絡する道路が必要になった。この時、財政難の明治政府は、京都の東本願寺を動かして、道路改作を出願させた。東本願寺はその年内に調査、計画を行い、1870年、明治3年から1871年、明治4年にかけて、工事を実施し、大佐、別、現在の伊達市、長和と平岸市、 現在の札幌市と夜開く平岸市の間に約1 0 3キロメートルの道を開削した。1871年10月には中山峠越えの道路を開通させた。工事の労働には僧侶のほか、士族と平民の移民、アイヌが従事した。しかし、1873年、明治6年に苫小前経由で室蘭に至る札幌本堂が完成すると、 山間を通る、本願寺道路は敬遠されるようになり荒廃する。1886年、明治19年から、北海道庁により改修工事が進められ、重要な街道として再生される。1950年、昭和25年に、国道230号となる。本願寺道路と呼ばれる道路は、以下の4ルートある。本港では、 最も距離が長く改作に難を極めた四、お札別中山峠平岸館について、主に説明する。東本願寺は徳川家の恩恒があり、そのことにより、大政奉還後間もなくである慶応四年年始に行われた、宮中会議において、同時秋打ちの案が出された。東本願寺は、当時、第21代の王であり、その妻は、 皇族出身の吉江宮は子であった。数子の実刑である山品宮明信王は、その宮中会議の経過を耳に入れ同時の取りぶしのうつつを懸念し、範囲がない旨の聖書を寺川より、朝廷に提出させることによりことなきを得た。だがその文章の中には、いかなる御用も廃書をつかまつりたくという一説があった。一方、明治政府は、 北海道の開拓のために開拓誌を設け、その本府を札幌に置くことを計画。当時すでに北海道の拠点として開けていた函館から札幌へのルート開拓は急務とされていた。しかしながら極端な財政難に陥っていた。当時の政府には北海道の道路を含めた開拓にまで手掛けることは不可能で、薩長と伊藤の勤労遊判も同様であった。 そんな台所事情の新政府が苦し紛れに目をつけたのが全国に終門徒を抱えていた本願寺であった。東本願寺は周囲から白眼視される状況を打破するため北海道の道路改作を申し出た。とは言っても実質的には前述の聖書の文言を盾にした政府からの命令とも言うべき状況であった。また東本願寺が北海道開拓。 振動解釈に傾いた要因の一つに、廃物希釈が残した仏教全体への逆風もある。道路解釈は世のため人のために働くことで、仏教は国益にかなうと証明する機会であったので、ある。明治2年、1869年6月5日、明治政府に対して、表向きの東本願寺川から出願が提出される。下妻大蔵教、 本願寺東門主使の名で、北海道の振動切開、移民省令、狂気普及に関する願書を正に出した。その趣旨はの3点項目で、東本願寺はこれらの活動によってご国音に報いたいとしていた。明治政府は、明治2年8月29日に、この単願を受け入れて、具体的に開拓紙へ上進書を出すように指示した。明治3年、 1870年9月3日、大上官より許可が下り、明治政府は、東本願寺の交渉に、今般、北海道新道切り立て願いの通りを押せつけられ、公につき、開拓士の指揮を受け尽力いたすべきと指示を出した。交渉はすでに恒例であったため、当時19歳の新門、玄女、王や光栄が、事業の責任者となる。は天皇に配して、 出願樹の例を述べた後、松井清水と、他4名からなる調査隊を編成した。調査隊はまず、東京の開拓市長を訪ね、松浦武次郎に面会した。札幌在住時に、川にそゆす、あぶたに道を開かば、その便利かばかりならんと考えていた松浦から、開作ルートの構想を教えられた一行は、明治2年9月下旬、北海道調査のために、横浜を出発し、 現地に赴き調査を行って、明治3年2月21日に帰京して、調査結果を報告している。さらに、東本願寺は、諸国の門松に北海道開拓の重要性を伝達しており、東本願寺上げての大事業となった。清水羅調査大帰京後、第1に文化期、1804年から1818 18年に、近藤十三が動作して以来、 江戸地調査のルートとして知られていた函館沢原、噴火湾室蘭、札幌ルートでの振動対策。第二に、不況のための道場を五箇所に設置することを決定し、山越郡、軍、振国、雄仏軍、胆振国、渋別軍、根室国などの候補地を挙げた。明治三年、1870年2月10日、玄女と泉隆治。 ひろゆきほかの僧侶たち総勢178名の一行が出発。直書、開拓御用本願寺東新門紙と書かれた表札を掲げ、常在の寄進を受けながら、ほぼ陸路にて、江戸の地へと向かっていった。その過程で、北海道移住の勧誘も行われており、仏門ではあるが重労働ゆえに肉食も必要などの、人をして、江戸に行くを、楽ましむる、下城が唱えられた。 さらに12曲に及ぶ、余い歌によって、人々の関心を引きつけようともしていた。途中で、久保田藩、後の秋田県の抗議を受けたこともあったが、一行は7月七日、無事函館に到着した。その後、玄女と一部の僧侶は寺院を創設するために、札幌に向かい、残りは直ちに神道開作へと回った。 東本願寺が最も勢力を注いだのは宇須神道と呼ばれる道路である宇須神道とは伊達から紀別中山峠定山系を経て平岸へと至る函館札幌間の主要道路の一部であるこのルートは前日の通り松浦武次郎の構想を実現したものだが一説によると定山系から宇まではすでに大宇山善光寺の僧侶が アイヌ六人を連れて、街道を開いていたとも言われる。もっともその僧侶は、道路改削の過程で出る木材の転売目的で、行動していることが露見して、寺を放築されたそうである。工事完了の三ヶ月前、東、久世道富開拓長官と、添島種臣三義が現場を見分した際の書館には、左右座殺状にかぶり、人安住。 かつ下は、竹根張り立て場足を刺し、みなめ間結色をロストあり、作業の困難さを伝えている。工事にかけた期間は1年ほどとなっているが、当期間は、積雪のため休業せざるを得ないことを考えると、実質的に半年での作業という驚異的な特貫工事である。札幌区北海道通覧などの記述には、この時の僧侶たちの苦闘ぶりが記されているが、 土木の専門家でもない僧侶たちが百数十人いても、作業進捗にどれだけの貢献ができたか疑わしい面もある。とある、ウスのアイヌコローは、結局労働の土台となっていたのは、アイヌであると指摘している。開通からわずか2年後の明治6年に、現在の国道36号線の基礎となる、札幌本堂が開通したため、本願寺街道を利用する者は激減し、 道はささやく先の中にうずもれていった。1977年、昭和52年12月、街道工事にあたって、アイヌが酷使されたことを理由に、過激派が、東本願寺本さんを爆破するという事件が、起きている。旧黒岩家住宅、旧ミスマイ通行や、札幌市有形文化財は、新本願寺道路つまり、国道230号の旧道沿いにある。 本願寺道路、上山系鉄道などの資料館にもなっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。